JR 函館本線黒松内駅の駅前にやってきました。駅はね、70年代テイストあふれる非常に立派な駅です。そして結構驚いたのが、駅前に旅館が多い、老舗及川旅館、そしてここにはですね、駒旅館っていうんですか、結構ね旅館が多いんですね。これはね、意外です。なんか駅前通りパッと見たらね、結構観光地化されてる温泉街かなっていうようなね、一瞬そんな印象を受けます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや、モダニズム溢れるいい駅じゃないですか。そしたら駅舎の方入っていきます。果たしてここはあれかな、友人駅なのかな。すごい立派な駅舎ですけどね。鉄タイプの非常に立派な解説がありましたね。ホームの長さも非常に長いと。跨線橋も立派と。これはとりあえず跨線橋を渡って反対側の方に向かっていきますか。復元ブナがここに生えてるんだ。かつては特急とか止まったんだろうな、この立派な駅を見ると。そしたら2番3番ホームの方撮影していきましょう。いや、古き良き国鉄道ですね。存分に感じることができるようです。ただ蜘蛛の巣は多い。でまあ、ここが2番ホームなんで、列車交換は間違いなくできるんですけど、3番線って残ってる。一応残ってます、3番線。残ってますが、ほぼほぼ自然に帰ってますね。これ、車止め？車止めだ。でも一応2面3線なのかな。こっちはどうだ？よくわかんないですね。でも3番ホームの後ろもですね、ちょっと逆光が眩しいですけど、それなりに広い土地が広がっていまして、かつてはですね、線路がたくさんあったんだろうなという感じはします。ここにはツインクル、ようこそ黒松の家と書かれていて、でも屋根付きの立派な待合設備もあります。ホームの長さはさすが長いですね。表示があるだけで4両分という感じです。そしたら戻りますか。
さすがにフリーアクセスはね、できないですね。ニセコ号も止まると。ただ蘭越にね、特急ニセコ号止まんないみたいですね。そうなんだ。はい、それでは次行きましょう。次は廃駅ですかね。